こんにちは、島太郎です。今回の講座は、古墳と大和政権の後半です。それでは講座を進めます。大和朝廷の支配についてですが、5世紀後半、大和政権はその王、王君を中心に政治組織を整えていきました。その政府を大和朝廷と言います。大和朝廷は豪族を中心に同じ血縁と信じる同族の集団を宇治と呼びました。宇治は主張である宇治の神に率いられて朝廷に仕えました。王君は宇治に対して家柄や仕事や地位を表す姓を与えたんです。姓には御身、村治、君、御人などがあり、最も有力なものは、大御身、大村治と呼ばれました。このように、王君を中心にして、豪族の支配を、宇治と姓でまとめる仕組みを、氏姓制度というんですね。宇治に属する人を宇治人と言い、それ以外の人々は、大君家や豪族に支配され、農作物を納めたり、労役に使われたんですね。これらの人々を、べの民と呼び、その集団を、べ、と言いました。これ、部ではなく、べと言いますので、間違わないようにしましょう。地方の支配についてなんですが、地方の豪族は、大君や中央の豪族に従って、国の都や阿方主、と呼ばれて、その地方を支配したんです。大和政権では、大和地方の豪族中心の連合政権で、東北地方や九州地方の豪族らは、たびたび反乱を起こしていたんです。大和政権は、彼らを異民族扱いして、恵美氏や隼人と呼んだんだね。また、6世紀には、九州の国の都の岩井が新羅と結んで反乱を起こしたりもしていたんだ。この時代、朝鮮半島、特に百済から多くの人々が渡来し、大陸の進んだ文化を伝えたんだ。大和政権も支配力を強めるために、これら渡来人の知識や技術を積極的に利用したんだ。渡来人の中には、河内の文氏や、大和の綾氏など、氏として大きな豪族になるものもあったんだ。では、どのような技術が伝来したのかというと、優れた農業技術、養蚕、織物、製陶、鉄器、建築、造船、硬い質の土器、これを末期って言うんだね。そして5世紀には漢字が使われ、538年、百済より仏教が伝わったんだ。
仏教の伝来には538年説と552年説があるんだけど、538年の説が有力って言われているよ。そしてその頃、儒教も日本に伝わったんだね。